セント・レバン・ダンシャクは、イギリスのダンシャク、貴族、連合王国貴族爵位、女王即位50周年女爵の七ダンシャクの一つ。セント・マイケルズ・マウント、ダンシャクの邸宅。その景観から、英国のモン・サン・ミシェルと形容される。1650年以来、同家が城と礼拝堂を所有。セント・オビン家の紋章。セント・オビン家は17世紀中央。 順段尺に除せられたことにより起こった家である。その後の1839年に、クローアンスの順段尺位は、第5代順段尺サージョン戦闘ン,ンの死によって、廃絶したが、彼の諸子にあたるエドワード戦闘ン,ンは1866年に、順段尺に助されており、これが現在に続くセントレバン乱爵化の始まりである。その息子であるジョンは自由党及び自由統一党の、 政治家として活動した後、1887年7月4日に、連合王国貴族として、コーンウォール州セントマイケルズマウントにおけるセントレバン、男爵に少女した。さらに助爵後の1891年には、コーンウォール王立地理学会の会長職を務めている。その後は、初代男爵の長男ジョンが爵与を襲った。彼は、英国陸軍軍人であったため、 第一次世界大戦に従軍して、イギリス海外派遣軍の幕僚を務めている。二大男爵が1940年に死去すると、彼の老いにあたるフランシスが三大男爵となった。フランシスの後はその長男ジョンが爵位を相続した。四大男爵ジョンは、トリニティカレッジ在学中に、大イナ作戦発動を知ると、大学を中退して、友人らと共に、ダンケルクオキアへ赴き、 いわゆるダンケルクの小さな船たちの士官候補生として救命活動に従事した。彼の後は四大男爵の位にあたるジェームズが爵位を承継して現在に至っている。一族の邸宅はコーンウォール州南西部の沖合に浮かぶセントマイケルズマウント。現当種である第五大セントレバン男爵ジェームズ・ピアーズ・サウスウェル、戦闘便は以下の爵位を保有している。 法廷推定相続人は、元当主の息子、ヒュー・ジェームズ戦闘ン閣下。ありがとうございます。